あれはカレン、いえヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。待って、何かの装置が動いてる。ヤクモ、どういうことだ。カレンが二人。なぜお前がここにいる。この状況は何だ。聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。なんだと。なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。今吸い込まれちゃったよね。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほどな。やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる。こんなところに何の用だ。カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために一緒に。そろそろと。貴様なら強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を。荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。荒はばきの中。コールドスリープしたヤクモは荒はばきとつながっていたってことなのか。生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている。聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとはね。
荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと、それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモになり変わったお前の仕業なのか。そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れてこっそり生き続けてきたってわけか。彼、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ、俺はどんな手を使ってでももう一度飛ぶ。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ニューヒムカのこと、月のこと、問題は山積みだけど、世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない、新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。次こそは必ず変えてみせる。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。でも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。やっと感謝している。そしてやる。
失礼て。みんな大丈夫か。一旦下がる。よし、油断したか。来い、行け。危険な状態の隊員がいる。
って直そう。さあ、手当てが欲しい。力不足を認めたが、力を貸してくれ。行くぞ。アリス、こいつだ。何が起きてるんだ。クソアナじゃ。いや、落ち着け。きっと同じようにどこかで戦ってるはずだ。ここで俺がおじけづいてどうする。危なかったな。
たとえここにいる俺は一人でも、繋いできたみんなの思いは一緒にある。俺は一人じゃない。一人のお前には負けない。ユイト、私が守るからね。僕がいないとダメらしいな。やべ、花火、すねえ、よかった、無事だったんだ。ユイト、じっくり大丈夫だって信じてたよ。気安く呼ぶな。おい、ぼさっとするな。僕が来たからには形勢逆転だ。ヒーロー参上ってな。私がユイトのメインやる。見つからねえようにな。二人ともありがとう、助かった。こんなとこでやられるユイト君じゃないでしょうよ。一応やりますか。きっとみんな無事、絶対負けない。やけどしないでね。あなた、死ね。邪魔だ。兄さんは僕が止めます。お前の盾になるぞ。兄さん、ちょっと出遅れたかな。ユイト、反撃するわよ。間に合ったみたいね。重ね、ありがとう。重ね、また助けられちゃったな。そうね、私あなたのピンチに縁があるみたい。昔からね。本当にな。
ユイタ。やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。俺たちの力だけじゃない、これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ。まだ俺はカレン。どけ吹雪。カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は黙れ。でももういい。もう十分だよ。僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。僕たちはこの世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。カレン、頼む。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。